ジャパンストックチャンネルは毎回上場企業経営者をゲストにお招きして IR 資料ではなかなか分かりづらい成長の裏側を聞いていく株式情報番組です。はい、皆さんこんにちは、本日のゲストは NPO 法人みぎわ理事長の松原さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。松原さん、よろしくお願いいたします。もう少し声張っていただいて、はい、よろしくお願いします。番組のご説明だけさせてください、はい、通常ですね、ジャパンストックチャンネルは、上場企業の経営者の皆さんをお招きして成長戦略を語っていただくっていうような番組なんですけれども、今回はですね、ジャパンストックチャンネル内の、銘打って SDGs チャンネルと我々は呼んでるんですけれども、うん、主にはその NPO 法人さんをはじめ社会課題に、特に向き合っている方々をゲストにお招きしてお取り組みを、深掘っていくっていうような番組になっておりますので、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。みぎわさんでは、はい、どんなお取り組みをされているんですか？私たちの取り組みは、ゆりかごから墓場までということで、人は一人で生きていけないので、誰かが寄り添いながら最後の瞬間まで、生きてきてよかったと感じてもらえるような、人生を寄り添いながらお手伝いさせていただいてるっていう、そういうNPO です。ゆりかごから墓場までって結構いいフレーズですよ ね。 ですね。一番初めに聞いててパッと頭に入ってきました。あ、そうですか、ありがとうございます。ちなみにその具体的に誰の寄り添いをされるんですか？そうですね、今は、子ども子育てもはじめ、それから最後の部分では今ホームホスピスっていうのを持ってまして、ホームホスピス、はい、最後、人生最後の方々に寄り添って、そして最後お看取りをさせていただいております、はいはい、中でも特徴的なのが、障害を持っている子の、養子縁組、はいのお取り組みだと思うんですけれども、はいはい、ここも、ちょっと具体的にどんなことされているか伺ってもいいですか？そうですね、はい、実は、もう十数年前になるんですけれども、うんうん、すごい子どもの虐待がテレビで放映されるようになりまして、はい、でその時に非常にそれだけでも心を痛めてたんですけれども、うん、ある番組を見た時にすごいショックで、でそれはシングルマザーの、うん、お母さんが3歳と1歳の子供を家に残して、うん、で鍵をかけて彼氏のところに行ったと。でもちろんすごい期間ですね、数週間から1ヶ月近く出てはったわけですけれども、うん、もちろん子供は死んでるんですね、うん、で死んでるっていう虐待の放送はたくさんあったんですけど、はい、その時に、亡くなった子供の最後絶命する時に何を食べたかという胃の内容物がその時報道されてたんですね、うん、生々しいですね、はい、でそれびっくりしたんですけど、それを聞いてですね、マヨネーズと段ボールだったんです、最後にその子が口にして絶命した時に。であまりにもショックで、で自分は本当にキリスト教会の牧師もやってるんですけど、はい、本当に神様いるんだろうかと、うん、この子供たちを助けなかったんだろうか、うん、で最後にこの子供たちのそういう、 こう命の叫びを聞かなかったんだろうかっていうすごいこう問いがやってきまして、うん、自分自身のこう葛藤ですよね、うんうん、本当にこんな自分は講談から神の愛を語りながら、うん、愛を実践してたのかっていう、うん、すごい葛藤がありまして、うん、それで小さいながらに子ども子育ての支援をしようと思って幼稚園を作ったんですね、教会の横に、うん、はい、でそれがスタートになりまして、うん、虐待をしてるお母さんに出会ったりとか、そういう相談を受けたりとか、うん、そういうことをこうやっていくようになったんですね、うん、その中で幼稚園 の、 卒園児のお母さんなんですけれども、うん、その方が私のところにいらっしゃいまして、松原園長と、はい、あなたは1年間に日本で中絶ですね、うん、中の中にいる間に赤ちゃんをもう殺してしまうわけですけど、うん、それで、どれぐらいの子供が亡くなってるか知ってますかって聞かれたので、ちょっと知ってたんですけど何人ですかって聞いたら、うん、17万人ですと、うん、すごい数なんですね、うん、
でその後その方が私にどうされるんですかって言われるので困りまして、じゃあその子供たちを僕が全部もらうって言ったらいいんですかって言ったら、うん、なんとね返事がねはいって言われたんですよ。でちょっと僕もこう引いたんですけど、じゃあ分かりましたと、あなたが所属している産婦人科のドクターに僕を会わせてくださいと、うんうん、でその産婦人科のドクターのところに行って、でそのドクターと一緒にこう話し合いをしながら、うん、この働きがスタートしていったっていう部分があります、はい、一番初めのきっかけの部分ですね。そうですね、はい、松村さん全然関係ないですけど いろんなお顔をお持ちですね。いやいやそんなことないんですけど園長先生でもあられて、そうですね、はい、牧師さんでもあられるわけですよね。めちゃめちゃ悔しかったんですよ。あの牧師であるっていうことを僕が一番最初に言いたかった。あ、そうなんですか、ごめんなさい。いや全然大丈夫です。すいません。なんかあれですね、ジャパンストックチャンネルもいよいよ多様性に飛んできましたね。ちょっと余談に過ぎました。そうすると、まあ、今だと定期的にこう障害児を、養子として考えてくれないかっていうようなご相談が、まあ、数多く寄せられて、養子にしたいですというような、まあ、実親になってくれるような人たちからもご相談が寄せられて、で、彼ら彼女らを、まあ、両親に結びつけていらっしゃるというような全体理解でよかったですか。まあ、そういう形でスタートしたんですけれども、うん、一つすごくあのやっててあの、はい、すごい課題が見えてきたのが、望んだ妊娠なんですけど、うん、お腹の中にいる間に、まあ、今出生前診断っていうのがすごく言われますけれども、はいはい、あの障害もしくは病気が分かった段階で望まない妊娠に変わるんですね。あ、それがすごくしんどいんですね。でもう中絶期間も過ぎてて、多くの方々がお腹の中にいる間にもう死んでほしいと、自分の子供に向かって、でも本当にその妊娠期間がもう地獄のような期間になってしまうと。で先ほど言ってくださったように、養育者候補も健常児であれば受け入れたいっていう方はたくさんいるんですけれども、はい、障害を持ってたり病気があるとなるともう本当にいなくなるんですね。だから良縁って言われたんですけど、うん、全くそういうことではなくて、うん、まあ、社会の歪みというかね、あの障害を持った子ども病気を持った子どもの本当に家庭すらないという命のこう線引きっていうのが今、うん、日本でもあるんだなっていうのは、うん、すごいなんかあのこう大戦で働いてて感じます。なるほど。なんかそのあの事前にお話しさせていただいた時に、もうそもそもあの障害児をこう養子縁組として、引き受けるっていう選択肢を知らない、まあ、その実親希望の方々が多いっていうお話もあったかなと思うんですけど、なんかそこに対しての、まあ、お取り組みみたいなのもされてるんですか。あのまあ、本当草の根的にさせてもらってて、はい、うん、まあ、この現状を知ってもらうっていうことって、はい、が一つと、うん、あともう一つは潜在的にそういう障害を持ってても病気を持ってても大丈夫って思ってくださってる方に出会って、うん、そういう心をこう掘り起こしていくっていう作業をさせてもらってます。なるほどなるほど。具体的にはなんか どうされるんですか。そのイメージがあんまり湧いてないんですけど。そうですね、うん、やはりなんか何かのきっかけで自分の就職先がこう障害を持った子どもたちの施設であったり、うん、乳児院であったりっていう方は結構多くて、うん、はい、やっぱりそういうことに対してすごくこう自分の心があの向いてらっしゃる方がいるんですね、うん、なのでそういう方にこうあの実は、うん、あの赤ちゃんの段階でも行く場所がないんだっていうことをこう伝えさせてもらって、うん、できればご家庭にあのお迎えいただけたらいいなというふうにアプローチさせてもらってます、うんうん、まず障害に対しての理解自体、あの実親と、まあ、なられるであろう方々、引き受けられる親御さんって、まあ、不安に思われると思いますし、まあ、その上でやっぱり家族として生活していくってなると、彼らだけでこう前に進んでいくのって結構難しいのかなと、まあ、あの勝手ながらの想像ですけど感じていまして、その辺のサポートっていうのも具体的にはされているんですか。そうですね、私たちの団体で今、うん、あのそういう障害を持った子どもを迎えた、うん、あの親の会っていうのを立ち上げようと思ってまして、もう立ち上がってくるんですけど、はい、で本当に育てにくいんで個性が豊かな子どもたちをやっぱりサポートしていくと、うんうん
でどういうことが起こってくるかとか、それから医療面ですね。医療面やっぱり弱い部分があるので、はい、必ず病院につないで、大事な注射は打って、健常時では ほぼ打たないんですけど、はい、そういう注射も打ちながら健康面も、守ってあげるっていうサポートはさせてもらってます、はい、なるほどなるほど。本当に全てのお取り組みがなんかこう地道ですよね。そうですね。なんか対極的な、大手打つみたいなことってのは、なかなかできないですよね。ちなみにすごい伺いたいんで聞きたいんですけど、なんで牧師さんになったんですか？そっちなんですね。そうですね、家がキリスト教家庭なわけでもないんですけども、やっぱり自分自身がすごく母子家庭だったんで、しんどかったんですね。生きるのがしんどくて、上手に人間関係も作れなくて、友達ともうまくできない部分なんかもあって、心が乾いてる部分があって、その時にちょっと教会の方に行くようになって、なりまして、すごくそこで惹かれてしまったというかね。具体的にどういう部分がなんですか？キリスト教の宣教師がいるんですけど、ザビエルぐらいしか知らないですよ。いやもうザビエル知ってあったらもうそれで十分なんですけど、ね、その方が、あなたは愛されていますって言ってくださったんですよ。あ、深い。こう、僕は愛される価値があるんだろうかって思うような人間やったんですけど、その言葉がすごくすごく今で もう残ってますね、こんな私も愛してくれる人がいるのかっていうのはすごく今でも残ってます。そこで一気にこう一気にですね乾いてた心にズワッと水が流れ込んできた感じですか？そんな感じですね。今日初めて勉強させていただいたんですけど、皆さん牧師さんになることをですね、献身するというらしいです。全然関係ないですけど、よろしければ覚えておいてください。やっぱりそこでこう学ばれたこう思想というか価値観みたいなものは、今のそのご活動に大いにこう反映されている部分もあるわけですよね。そうですね、やっぱり一番尊敬する人物はマザー・テレサなので、もうあんな風な生き方がね、少しでもできたらいいなっていうのは、もう思ってます。なるほど、かっこいいですね。いよいよもう全然全然違う存在なんですけど、いやとんでもないです。目指すだけですね、はい、代表としてお取り組みされている中ですごくこう印象的だった出来事とかってありますか？そうですね、一つはやはり、障害を持って、なおかつ病気を抱えている子どもで、その時に手術の同意を実親が拒否するっていうところにやっぱり出くわすんですよ。この場合の実親は生みの親ですね、はい、障害があるだけでもあれなんですけど、すごい重たい心臓疾患とかがある併発している場合が多いんですね。やっぱりやらないと心臓すごく良くない状態なので、はい、すごい寿命に関わるんですけど、そこで同意を拒否するっていうことが起こってくるんですね。はい、でどうして拒否するかというと、やはり長生きしてしまうからなんですね、だから本当にすごいそういうところで病院の方からも説得してくださいと、でそういう話もしながらこうなんとか命も救ってもらって、取り留めてもらって、手術してもらって、そして家庭につなげるっていうのは結構大変な作業なんですね。はい、そうすると病院さんもやはりこう母部になるべきと言いますか、やっぱりそこで手術があるみたいな情報を事前キャッチしてないと、一つの選択肢としてやっぱ当人も知り得る余地がないってことですよね。そうですね、もうそれぐらい病院とこうもっとコンタクト取れたらいいんですけど、今回の場合はその実親からも相談を受けてて、両病院と3社でずっとフォローしてましたんで、新聞の記事によったら筑波大学の資料では年間20人そういう形で亡くなってるとのが出てました。本当はもっといるのかもしれませんけど。そうですよね、今後、本当に
このお取り組みを続けていくにあたり、とはいえお話を伺っていると、まあ、やはりその日本全体で、ご経験をお持ちの方も多くないでしょうし、はい、やっぱ大事なことっていうのはその情報共有だと思うんですよね、はい、なんかそのことを踏まえて何か課題とかってあられるんですか？草の根的にこれは広げていきたいですし、はい、絶対的に障害を持ってても受け入れたいって思ってくださる家族自体が少ないんですよ、うん、でこれは特別養子縁組だけじゃなくて里親の方も少ないんですね、はい、この家庭をいかにこう開拓して増やしていくかっていうのも一つの課題ですし、それからやはりアメリカとかですね、海外ではそういうことがやっぱり日本よりも先に進んでいるので、はい、本当で連携できれば本当ありがたいんですけれども、海外の、同じような情報トピックを、日本に持ってこれたら、それだけでもやはりこう、日本の同じような課題抱えてらっしゃる、養子縁組の方々にはすごく喜ばれますよね。そうですね、翻訳とかできる人ってのもあんまりいらっしゃらない、もう今厚生労働省自身が、国内優先っていうのを打ち出してしまってるんですよ。そうなんですね。まず日本で探せって言われてまして、結構きついんですね。なるほど、はい、ぜひ皆さんご興味ある方がいらっしゃいましたら、翻訳だけでもとても助かりますので、はい、ぜひこうお時間になっていただけますと幸いです。向こうの国の法律と合わさないといけないので、日本の国内法と向こうの法律と合わさないといけないので、そちらにも詳しいで、そういう能力、語学能力のある方、本当に一度お会いしていろいろお話したいなと思うので大丈夫です、いらっしゃいます。最後によければこうお伝えしたいことがありましたら、非常にですね、この番組見てらっしゃる方が、言葉を選ばずに申し上げますと、とてもこうビジネスリテラシーが高く、そしてそこへの興味関心も高い、人たちが多くてですね、他にもこう多様な観点でお取り組みにつながる部分があればなと思っておりまして、改めて思いの部分と一緒になんかこうバシッと締めていただければと思うんですけども、締めていただいて、はい、やはりこの本当に現実を知っていただいて、多様性を受け入れられる社会こそ豊かな社会だと思うんですね。障害を持った子どもたちも本当に心安らかに暮らしていけるような、そういう場所が日本にどんどんできていったらいいなと思ってますので、本当にいろんな面で私たち助けを必要としておりますので、そういう人材面でも、それから経済面でも、いろいろなそういう、言ってくださった資格面でも本当に必要になってきてますので、そういう面でぜひ、ご協力いただけたら、嬉しいと思います。よろしくお願いいたします、ありがとうございます。なんかもうあれですよね、養子縁組のお取り組みされているのは日本でも20以上の団体あるとは伺ってますけれども、ここの障害だとか病気を持っている方々を中心に養子縁組のお取り組みされているのはもう日本では右屋さんだけにはなりますので、はい、そうですね、本当に皆さんぜひお力をお借りできればなと思います。改めて本日はご出演いただいてありがとうございました。ありがとうございました。